堀岡駅です。これからですね、仙台を経由しまして名古屋に戻りたいと思います。新幹線の改札フロアに来ました。ここに緑の窓口があるんですけれど、少し並んでいるような感じですね。私は昨日ですね、ちょっと相談しながら、切符の方はここで買いました。今日は合計6本一ノ関方向へ、新幹線が走ります。でその先臨時列車としては3本臨時快速が出ることになっています。切符はこのような形ですね。直接も新幹線の改札を入ります。アナウンスの通り9時12分発14番線で乗車することになります。もう少し人がいるのかなと思ったんですけど、あまりいなかったですね。ホームに上がってきたのが8時40分です。ちょうどですね、8時37分着のですね、やまびこ601号盛岡行き、これをですね、清掃した後に私の乗る604号、一ノ関というような運用になっていました。結構この新幹線は人が乗ってましたね。待合室そんなに人がいないですね。このやまびこ601号は結構通勤で使われている方が多いのかなというふうな予想の方が多かったです。先が一ノ関に変わりました。車内に入れたのがだいたい9時ですかね。ちょうど新青森駅のですね、ハヤテが出ていく時間でしたので、9時ぐらいにちょうど、車内に乗り込むことができました。9時6分着で、新青森から来るハヤテがありまして、それのを待ってですね、出発ということで、9時12分ほぼ定刻で出発しております。私は5号車に乗ったんですけれど、そうですね、 50% 半分も乗ってなかったかなというような、混み具合でしたね。一ノ関駅の、ホームがこんな感じになってます。10両編成ですので、このように目安で見てもらえればいいかなと思います。自分が一番いい場所を陣取ってもらえればと思いますね。
で私はエスカレーターのところを通ったんですけど、ちょっと荷物が多かったので、やっぱり荷物のない人が先に行ってしまって、少し、並ぶような感じになってしまいました。エスカレーターより階段で降りてくる方の方が先に行かれたような感じにやはり見えますね。なので後ろの方に乗ってた人が結構先に進んでたかなというふうに思います。で若干改札がですね、トラブルで詰まってたりしたので、出るときに列ができてしまっていました。でここから東北本線の方に向かいます。しっかりアナウンスもしていますし、係員の人も結構立っていたので、そういう意味では、スムーズに乗り換えできたかなと思います。ただ荷物の多い方とかですね、ちょっと、足の不自由な方とか、そういう場合はですね、ちょっとこの乗り換えきついかなというふうに思います。乗り換え時間6分です。まあ、実際にはの、皆さん乗ってからというところで待ってはいましたけれど、もし心配な方は、盛岡駅から仙台までバスの方がいいのかもしれません。で列車に近い方向に関しては階段しかありませんでした。そうじゃない方は左側のエレベーターを使って、荷物を下ろすことになりますけれど、やっぱり皆さん、席を取るためにちょっと早めにということで、荷物を抱えて降りていると。私もそうでしたけど、そういう感じですね。で降りた時はもうすでにですね、一番仙台寄りの1両目の車両に関してはすでにもう結構混んでるかなという状況でした。で2両目に関しても間ちょっと空いてはいたんですけれど、まあちょっと詰め詰めの状態になりそうな気配がありましたので、ちょっと3両目というのを様子見ようかなと。で3両目になりますと、この時点ではまあまあ空いてはいたんですけれど、まあ4両目までちょっと時間がありましたので移動して4両目で乗ることにしました。まあ、一番後ろの4両目に関しては、こんな感じでですね、まあ、まだロングシートのサイドの方しか座ってない状況でした。なので、まあ、私はこの辺に陣取りまして向かうことにします。まあ、一ノ関出るとき私の周りはこんな感じでしたね。で1両目でちょっと立ってる人が見えたかなという感じです。皆さん乗ったことを確認してから若干遅れて出発になりました。これで乗り換え完了して、まあ、無事座れて仙台まで行けるかなというような感じです。ただですね、やっぱり、4両のロングシートですので、日によっては結構混む日もあるんじゃないかなというような気はしますね。まあ、とはいえ仙台まで座れていけるということで一安心です。まず最初の停車駅が石越駅です。こちらの駅ですね、まあ、停車しましたけれど、私の乗っていた車両には、一人も乗ってこなかったですね。
越し駅を出ますと次が小郷田駅ですね。この駅は結構な人乗ってきました。私 の, 乗っていた車両に関してもかなり人が乗ってきまして、ほぼほぼ席が埋まったかなという感じです。多分前の方の車両では立ってる人も多かったんじゃないかなと思いますね。まあ、普段使いの方がこの臨時列車を使っているかなというように思いました。で、小郷田駅出て、仙台駅の方に、来ました。ちょうどこちらがですね、特急型の車両になりますけど、郡山の方に向かっていく、臨時快速列車になる車両ですね。私はゆっくりめで降りてきたんですけれど、まあ、このまままだ先に臨時快速に乗って行かれるような方だと思いますが、かなり急いで、降りていた方たちも、いらっしゃいました。多分お昼ご飯を調達して次の列車の別並びというような感じになるのではないかなと思います。ここまでなんですけれど、盛岡から、私は仙台空港に行きますので、乗車券に関しては仙台空港まで買いました。新幹線に関しては、新幹線の、自由席特急券、これを一ノ関まで、盛岡から一ノ関まで購入しています。ですから緑の窓口が混んでいる場合などは、乗車券を自分の行き先まで、そして、自由席特急券を自分の乗車区間ですね、その区間に関して購入することによって、乗車は問題なくできるのではないかなというふうに思います。で、まあ、あとはですね、乗り換えのところでもお話ししましたけれど、ちょっと足が不自由だとか荷物がかなり多いよっていう方は、まあ、ここで無理に乗り換えをするんではなくて、やはり盛岡と仙台の間は高速バスを使った方がいいんじゃないかなっていうような感じもします。まあ、高速バスの混み具合とかちょっと私は見ることできてませんので、どういう状況なのか分かりませんけれど、うまく自分の都合に合わせてチョイスしていただくのがいいんじゃないかなと思います。これでですね、今回の動画の方に関しては終わりにしたいと思います。この後ですね、まだ他の動画も作っていきたいと思ってますので、もしこの旅に関して見てみたいよっていうことがあれば、チャンネル登録を、そして、この動画が良ければ、グッドボタンをいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。